皆さんこんにちは、センターシール R のビデオ、第6回を始めたいと思います。人の顔映ってないですねこれはカメラをちょっとホワイトボードに向けていってですね、ホワイトボードの方が見えるように切り替えれる感じで考えてます。こんな感じですね。でなんでちょっとカメラが1台しかないんで、人の顔は今日はあんまり映らない感じです。で、今日、お題目にシャープ6の1ってつけてるんですけど、ちょっとこのね、今日からやるやつは、少しシリーズものにしようと思っていて、今日はドライバーというかですね、ヘルパーの松岡さんはいなくて、私一人で撮ってます。で、タイトルがメイキングアーカイブ IL2C というふうに書いてあって、もうなんか、いきなりあれですけども、まぁ、ちょっとどうしても頭の整理を兼ねて、このネタをやりたくてですね、特に頭の中は事前にビデオを撮るために整理とか全くしてなくてですね、ここからの必要な項目とか洗い出しをしながらですね、やっていくので、結構なんかダラダラな感じで進んでいくと思います。あんまり情報量としては凝縮されてないような気がするので、まあそういうポイントだけ知りたいっていう向きにはちょっと不備なビデオになってると思いますが、そこはご了承ください。私がやりたくてやっていてですね。で、まあ、もし、これを聞いて、なんか超興味を持たれる方がいればな、っていう感じで公開するみたいな、そういう感じで考えてますので、お願いします。で、まあ、要するにですね、IL2C みたいなものを作ってみようか、みたいなことを考えています。で、考えてることはですね、IL2C といえばですね、まあ、ご存知の方、IL2CPP というのがあるっていうのを、知ってると思いますけれども、これは Unity のバックエンドで動いてるんですね。で、AOT として、まあ、要するに、事前コンパイル、するときにですね、まずその C シャープのコードが IL に変換されます。で、その IL2CPP というバックエンドの、まあ、トランスレーターといったらいいか、まあ、そういうツールで、その IL が CPP に置き換わりますと。で、CPP に置き換わったものが、実際のネイティブコンパイラーですね。C++ のネイティブコンパイラーにかけられて、ネイティブコードが出力されるというような流れですね。で、まあ、この辺のこと、まあ、ざっくりと今紹介したようなことであれば、どこでも書かれていることなんで、あれなんですけど、まあ、ちょっとなんか、これも3ヶ月ぐらい前ですかね、ちょっと一回調べた、さらっとですけど、調べたことがあって、で、その時にはですね、どうもその IL2CPP っていうのは、まあ、オープンソースにはなっていなくて、その Unity のプロジェクトとして存在していたけれども、その IL2CPP というそのツール自体がなんか公開されていたりとかですね、そういうふうにはなってないように見える。なんかちょっと探してもさっと出てこないんですよね。で、こっちとしてはなんかどうせ GitHub とかで公開されてるのかとか、なんかそんなふうに軽く考えていたので、ちょっと見てみたらですね、思いのほかなんかその情報にアクセスできなくって、その IL2CPP というものは、どんなものなのか、まあさらっと知っておこうと思って見てもですね、見つからないと。で、まあ、その一方で、その IL を、その C++ のソースコードに変換するっていうのは、まあ、なんとなくわかる人であれば、ああ、まあ、大体なんかこんなことするんだよね、みたいな察しはつくんですけれども、これ、ボリュームとしてはですね、大きく二つあって、IL への変換ですね。まあ、ここの部分はですね、まあ、もちろん考えることはいろいろあるんですけれども、まあ、多分大体1対1でいくだろうと。で、問題はその後でですね、例えばその IL2CPP であれば C++ のコードに置き換わった後、それが実行されるときに、どうしてもその実行時に必要な様々なリソースというのがあります。まあ一番想定できるのは、メモリですね。メモリの確保と解放をどうするかみたいなのがあって、で、それは本格的なガベージコレクターを、その C++の上の、そのランタイムライブラリと言ったらいいのか、まあそういうようなそのヘルパーですね。ヘルパーとして、その GC の実装を用意するのか、それとも、まあなんかそのマロクとフリーみたいなもので、なんかゴリゴリとやれるような何かを考えつくのか。で、しかもその、なんていうか、その、
ヒープアロケーションした時のですね、そのハンドルをポインターで持つのか、そのハンドル、今ハンドルって言いましたけど、ハンドルを介在して、その、中間参照ですね、することによって、その、管理をしやすくする。まあ何しろ、ただのポインターですと、単なる数値と変わらないので、管理が難しいっていう問題があるんで、まあそこをどうやるかとかですね、まあ、あるいはその、値を、なんか無理やりですね、ビットで、例えば32ビットあったら上位、なんか、上位1ビットが立っていたら、そしたらそのハンドルとして扱ってどうのこうのとかいうちょっと泥臭い世界があったりしてですね、それ実装の一種ですけど、まあそういうのが、様々な方法が考えられると。で、実はなんかそっちの方がなんかボリュームとしては大きいかなと僕は感じているので、まあ、実際なんか IL2C 今から作りますって、そう、IL2C と書いてあるからにはですね、C++ ではなくてターゲットは C なんですけど、その C でやるにしても結構考えることは多いんじゃないかなというふうに思ってます。まあそういうことで、まあちょっと、それをですね、まあ、こう、気分転換というか、気分転換でやるようなことかみたいなものはあるんですけど、ちょうど今やってるネタとはちょっと別にもう一本なんかこれをやりたいなとずっと考えていたので、まあ今日からちょっとそのあたりを、なんかビデオで撮りつつ、なんかああでもないこうでもないみたいなことを、こう、ビデオ上で、記録を撮りながら、やってみたらどうだろうみたいなのを、まあ、とりあえず、考えてないで、やりゃいいんじゃないのみたいな感じで、ちょっとやり始めることにしました。なんで、センターシールラーのビデオとしては、シャープ、多分、7以降ずっと続くんですけど、この6は、ちょっと6でここで、ブランチですね、分岐してですね、6の1、6の2、6の3みたいな感じで続けようかな、みたいに考えてますので、お願いします。長さについても、まあ、今日はこの辺までとかいう感じでパサッと切ったりするので、結構バラバラになると思いますけども、よろしくお願いします。はい。ということでですね、とりあえず最初どうしますかね、IL2C で、何を考えなきゃいけないのかというか、そういうようなことをちょっと軽く練っておきますかね。こうかな。これで、こんにちは、顔見えるかな。ちょっと今、こっちを向くとですね、何もモニターが見えないので、どう映ってるのかもよくわかんない。で、そうですね、まあ、IL2CPP の、これまたその、公開されてる情報が少ないので、よくわかんない、実態としてよくわからないんですけど、まあ、想像できることを考えましょうか。まず、まあ、C シャープのソースコードがありますね。映ってるかな？まあ大丈夫です。で、C シャープのソースコード。まあ1個または N 個あります。で、これが今、CSC エグゼという C シャープのコンパイラーに投入されて、まあ、実行ファイルができる。まあ、例えば、OEUZ とかいうのが出て、まあみんなこれを実行できるという流れですね。で、ここには、まあ多分というか今はそうなんですけど、ロズリンがいます。ロズリンがいますね。こいつが、実際のその C シャープのコンパイラーをパースして、で、内部を解析して、で、バイナリーとして出力していると。で、実際ここで出力されているのは、IL ですね。IL とメタデータ。まあ、ちょっと MD って書いてありますね。IL とメタデータの情報が埋め込まれます。普段、例えば、Windows のコンソールとかの、エグゼを生成したりしてると、これネイティブコードではなくって、IL と MD の内容がこう埋め込まれたエグゼが生成されてるんですね。で、じゃあ実行するときどうなるかというと、これが CLR。まあ、うちのコミュニティの名前もらってますけど、
こいつ CLR にこの IL と MD が読み込まれます。そして CLR は、ここで JIT コンパイル Just in time って言うんですけど、 JIT コンパイルを内部でしながら実行も行うということで、ようやくこれでコードが実行されたということになるんですね。で、IL2CPP の場合どうやってやってるんだろうっていうのは、まあこれは想像なんですけど、まあ多分合ってると思うんですけど、想像なんですけど、まずその CSC エグゼにかけてロスリンが IL とそのメタデータの情報を出すとこまで一緒です。まあここはエグゼじゃなくて DLL かもしれないですけど、DLL かもしれないですけど、まあここまでは一緒と。で、これ実行時ですよね、ここの、ちょっと今赤いペンを発注しててまだ来てないので、黒で書きますけど、実行時、こんな感じかな。こっちが、ランタイム、こっちが、コンパイル、っていうような感じになってると思うんですけれども、ここで、ちょっと線の位置が悪かった。線の位置が悪かった。もうちょっと向こうへ引っ張らないといけないです。こんな感じかな。ちょっと、わけはもう省略します。で、この出来上がった DLL をさらに持ってきます。別のツールへ。これが IL2CPP ですね。実際にはエグゼなのかなのかちょっと分かんないですけども、ユニティの中の話なので分からないです。ちなみにザマリンはですね、今日午前中ちょっと調べて軽く調べてみたんですけども、ザマリンはなんかネイティブコードを直接吐くか LLVM 経由でネイティブコードに出すかみたいな選択肢ができる。ザマリンかなモノかな、ちょっとザマリンな、ザマリンって書いてあったような気がします。だったと思います。で、まあなんでちょっと置いておいて、ユニティの話で言うと IL2CPP にかけます。で、そうすると多分ですけど、C++ のソースコードが N コ1個かもしれないし、ちょっとわかんないです。で、まあできます。これソースコードですね、C++ の可読性があるのかどうかわからないです。人が見てわかりやすい形で出てるのかどうかわからないですけど、ソースコードが出ます。で、これをターゲットデバイスに適した、C++ のコンパイラに、かけます。そうするとネイティブコード出ますね。ちょっとここも位置が微妙ですけど、こんな感じ。ここで何らかの、例えばですけど、ARM HF、あ、間違えた、HF ですね。HF のバイナリーが出てきます。バイナリーが生成されると。ここまで来れば、何か、実行時なんかわかんないです。まあ、スマホかもしれない。なんかわかんないですけど、そういうデバイスに、配布してようやく実行できると。で、この時にはもうこれネイティブですよね。ネイティブだから、CLR のようなその JIT コンパイルとかそういうことは行われず直接実行されます。で、あとですね、考える僕らがやろうとしてるのはこれですね。これでここで変換する。で、しかも C++ ではなくて今回は C をターゲットにする。で、ちょっと待ってくださいね。IL2C で目指しているのは、まあ、実験的なものなので、フルの、すべての、今、IL2CPP とかでできていることをやろうとは思っていないです。なんて言ったらいいのかな。どういう流れで、最終的にネイティブコードが実行できるのか、そして、まあ、あわよくばですけど、あわよくば、組み込み系のデバイスですね。ここで想定しているのを IoT とか、IoT、
のようなあのリソースの小さいものですね。あのそういうデバイスで動けるものがあわよくばできたらいいなぐらいで考えています。で、まあ、そういうのをターゲットにするのでいろいろなんというかしがらみがない方がよくて、で、まあ、C++ も、まあ、C++ よりは多分 C の方がじゃあのしがらみが薄くできる、あのその本当はそんなことないんですけど、あの C++ でもあの組み込みコードって十分あの知識さえあれば書けるんですけど、まあ、今回はあのいろいろそういうじゃあの制約を取っ払う、あと物事を簡単にあのしていくっていうことを踏まえて、あとは、まあ、すでに IL2CPP ってあるんであの同じことやってもしょうがないっていうことがあって、まあ、ここは IL2C というのを作り、まあ、C なのでここでできるソースコードは C 言語のソースができればいいかなみたいにあの考えています。で、脱線しましたけど、まあ、あのこういうようなあの感じでその IL2C っていうのをあの考えます。今あの IL2CPP とか IL2C はここの話だと、で、まあ、ここから C 言語に出るっていう話なので、じゃあこのツールが出来上がれば OK と言えるのかというと実はそうではなくてですね、例えば、一般的なこの C シャープのソースコードがどうやって実行されるかっていうのはこの CLR という巨大なランタイムがあり、こいつがその JIT コンパイルをしながら動かします。でここの部分が複雑ですって話をしましたけど、これ以外にもいっぱいあって、まあ、さっきちょっと言いましたけど、例えば、プログラムがメモリを要求する何らかの、メモリが欲しいですって言った時に CLR は、まあ、例えばこれ Windows とかですね、 Windows とか Linux とかあのこういうようなその OS にそのメモリ例えば、500KB あの確保しろとか、まあ、そういうようなことを言って、ただそのメモリを確保してもらってそれをアプリケーションに与えたりしてるわけですよね。あの直接的かまた間接的に。でそれってこっちではどうなるのかなというちょっと IoT っていうと分かりにくいかもしれないんで、まあ、じゃあもうちょっと規模の大きいスマホとかにしておきますかね。スマホでこいつらもいくらこいつらがネイティブにコンパイルされたとしても実行時にはメモリを要求するわけですよ。 500KB これ仮にですけど 500KB 要求したらそのメモリが返されるみたいなやり取りがこちらでも当然必要になる。見て、こちらあこうなるわけですね。この間で 500KBメモリ確保します。あるいは、まあ、まあ他にもまだあって、あのまあちょっとあの全く同じ環境じゃないんであのうまくあの例えになるかどうか分かんないですけど、例えばこれコンソールのアプリケーションあれですね、あのコンソールでプロジェクト新規作成してでそれ実行するとコンソールにハローワールドとか出るわけですけど、それはここになんか OS との標準入出力スタンダードインアウトみたいなのがあり、これ API で例えばハローワールドっていう文字列をコンソールに出したりとかしてるわけですよね。じゃあこっちはっていうとやっぱりなんかいるはずなんですよ。これはスタンダードインかどうかわかんないです。例えば、まあ、スマホの画面にですねそのプリントみたいな例えですね、プリント API みたいなものがあり、こいつに対して、ハローワールドみたいな文字列を出せという API を叩くことによって初めて画面にここにハローワールドと出るわけですよね。ということは、いくらそのネイティブのバイナリーができたとしてもこいつらとのやり取りは避けられない。まあ一部はなんかひょっとしたらもうこの中に埋め込めれるものもひょっとしたらあるかもしれないですけど、まあほとんど外部リソースって僕は呼んでるんですけど、外部リソースとのアクセスには必ずなんかこう API がそのホストとなる OS とかですね、あのまあ IoT みたいな小さいデバイスだと IO 自身かもしれないですけども、
まあ、そういうのに API またはその IO 操作によってこういうような処理を操作をしなきゃいけない。ここの部分はいくらその IL のままで実行時に実行しようが、ネイティブコードにコンパイルされようが避けられないわけですよね。で、僕がさっきその2つを問題としては2つあると言ったんですけど、1つはここの IL2C とか IL2CPP みたいなものがどうやってその IL をその C とか C++ のソースコードに落とすのか。で、もう1つ大きな問題っていうのはこの実行時にそのもうコンパイルされたあるいはする JIT でするっていうことの外にあるそのリソースですね、リソースへのアクセスとの、接続といったらいいか、そういうののやり取りですね、そういうものをどうやってやったらいいのか、これインターオペラビリティっていうんですけど、そういうのをどう実現するのかっていうのの2つが大きくあると思っています。で、こっち側はですね、極論すれば1対1で置き換えていけばいいんですよ。IL でこういう命令が来ました。じゃあそれは C 言語ではこういうソースコードに書き換えるというか、こういうソースコードにすればいいよねっていうような多分法則がある程度あるので、そこを細かく見ていけば多分できる。まあ、次の段階ではひょっとしたらなんかこういうコードが来たら C で書くともっとこういうふうに書いたらこう書ければこう効率のいいコードになるよねとかいうのはあるかもしれない。まあ、でも最低限実現するには、まあそういうなんかこう法則みたいなものに従って、置き換えていけばできるはずだろうと。で、問題はこっちかなと。その実行時にどうやってその、外部との、外部リソースとの接続を行うかというようなことの方がなんかこう重いんじゃないかなというふうに個人的には思っています。で、さらにですね、予想なんですけど、多分ここのことを考え始めると、ここでどうやってこのソースコードに落とすかっていうことにも多少影響してくるんじゃないかなと。これソースコードが出来上がったら、それコンパイルされるわけですね。僕らいきなり C とか C++ のソースコードを書く場合は、例えば画面にハローワールドって出すんだったら、プリント F のダブルコートハローワールドとか書くわけですけど、それってなんかもう、その、実際画面にどうするかっていうのが分かってて、その関数を使うわけですよ。ということは、逆に言うと、画面に表示するためにプリント F とかそういう関数が存在するという前提で、しかもその使い方が分かっているという前提で、どうやってこのコードを書く、C のコードを書くかっていうふうに考えて、で、プリント F、カッコ何やしっていうふうに、人間はそういうふうに考えてパッと書けるんですけど、多分この IL2C とか IL2CPP を作る場合は、そういうことも考える。どうやって使われるかっていうことから逆算して、どういうソースコードが出るべきかっていうのを考えないといけないというようなところが、大きなポイントになるんじゃないかなと思います。大体なんか今は話した範囲のことを知っているだけでも相当はそうだったのかと思われる方もいるかもしれないですけども、まあ、IL2C っていうネタ一つで、まあ、このぐらいの幅はあるかなと。で、それぞれ一個一個掘り下げていったら、かなりのボリュームになるかなと。特に僕に全然見えてないのは、CLR が GC を持っているはずで、ガベージコレクターを持っているはずで、この辺の実装どうしようみたいなことは、ネイティブ側に置き換わったらどう整合性が取られるのかとかいうようなことは、今の時点で実は、喋りながら全然見えていないので、まあ、なんか回を追うと、もうちょっと掘り下げた時に、そのあたりが見えてくるかな、というふうには思っています。ということで、全体像としては、こんな感じですね。IL2C、実現するには、まあ、今の IL2CPP をモデルに考えると、まあ、こういうような形になるかなと。で、あんまりなんか理論のところをずっとやり続けるとですね、いつまで経っても、こう、なんか終わりが見えてこなくて、それについていける人は多分稀だと思うので、僕も飽きてしまうので、飽きて続かなくなるので、できるだけ早く
なんか IL2C もどきみたいなものをなんかあの作ってこう盛り上げてあのなんかこう形にあのしていけるとこう面白さがあの感じられるんじゃないかなというふうに考えています。ちなみにあの ちょっと話はずれますけど、今あのもう一つ個人的にやっているあの NESP っていうあの言語作るプロジェクトがあって、それはリスプもどきでバックエンドは CLR を使うっていうやつなんですけど、そっちはですね結構難航していてですね、なかなかそのアウトプットみたいなのが出せなくてもや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 ずっとしてるんですけど、まあそういうのもあってなんかちょっとずつちょっとずつやれて、まあなんか全体像がこういうふうにこっちの場合は見えているので、なんかそういうようなことをやってあの気晴らしみたいなことができたらなっていうちょっと思いもあって、これをやろうかなと思いました。ということで、全体像としてはこんな感じですね。あの、まあ、全体像の話したんで、ちょっと、実際の作業の方に行きますかね。はい、でなんか手元のモニターの調子があんまり良くなくて、イライラしますね。なんかいい方法ないかな。はい、では、まずですね、流れとしてはその C でソースコードをコンパイルした結果得られたIL ですね。とメタデータを読み取らなきゃいけないんですけれども、これはまあ、あの、リフレクションを使えば、割とサクッと、実はあの、その、IL のバイトコードも、あの、サクッと取れる感じなんですよ。なんで、ちょっとそのあたりの話を今日はしましょうかね。多分それだけで、あの、終わってしまうような気がしますけど。で、まあ、ちょっと VS を立ち上げますね。はい。で、最初にですね、まあちょっとあの、ドットネットコアへの対応とか、まあいろいろ考えられるんですけど、まあここはあの、無難にあの、普通のクラシックで、あの、作業していきたいと思います。まあ普通に、あの、まずあの、普通のハローワールドを作ってみますか。あの、単純なコードを書いて、それが一体、あの、どう IL に落ちるのかっていうのを眺めるってとこから行きましょうかね。IL2C テスト1とかにしようかな。ロードが遅いんで申し訳ないです。リシャファイルと思う。まあそれが難点です。はい、こんな感じで。で、まああのメインだけあるような感じです。でしょう。まあここに例えば、どうしようかな。C イコール A たす B とかにしておきますかね。で、これメイン、ひょっとして知らない人もいるかもしれないですけど、イントが返せます。で、こんな風にしてますか。で、これ、どこ戻ってくるかっていうと、コンパイルすると、コンソール、エグゼプログラムができるんですけど、それ実行すると、戻り値として返ります。普通これ見れないんですけど、エラーレベルみたいな、環境変数もどきのものがコマンドラインにあるので、それを使えば見れるはずなんですけど、まあ、まあ、今回の話とは直接関係ないので省略します。で、ちょっとこれ、邪魔な歩きして、こんな感じですね。
はい、これを、ビルドします。あ、終わっちゃいましたまあ、短いんで、まあ、それは終わりますよ、ね、出てますね。はい、ビルドサクセスと。で、これ、まあ、どういうコードになってんのかなと、その IL の上で。で、実はですね、ツールに、IL スパイが、導入できていて、これは誰でも入れれるんですけど、ちょっともうすでに入っちゃってるんで、紹介だけにしておきますけど、IL スパイっていうのがあります。これを、エクステンションか、拡張機能ですね。拡張機能から、インストールしてもらうと、割とそこのあたり便利に使えてですね、この、ソリューションのところですね。あ、ごめんなさい。こうかな。ここで、右クリック、すると、そうするとオープンアウトプットインアイルスパイっていうのがあるので、これで開くことができますと。今ビルドしたのをアイルスパイにかけてくれるんで、まあアイルスパイからオープンしてもいいんですけど、楽なのでこんな感じで見るとと、まあ今のプログラムがですね、こんな感じで逆コンパイルして見えるわけですね。メインプログラムクラスがあり、メインメソッドがあり、まあ書いた通りですよね。バーは型推論されてイントになってますけど、イントの A という変数と B という変数に1と2を代入し、それを、足した結果をリターンしていると。で、これ、ここに、こうですね、今 C シャープと出てるんですけど、ここに、IL というのがあるので、これ IL って変えるとですね、そうすると今書いたコードがその IL 上でどう表現されるのかっていうのが見える感じになってます。これでいいかな。はい。でですね、まああとコンストラクターのコードとかもちょっとありますけど、ね、まあこれはちょっと今回は省略します。で、今、ターゲットにしてるのはここですね。このメソッド、プライベート、ハイドバイシグスタティック、イント32メイン。なんか、つらつらと見たことないのがついてますけど、まあ、ちょっと無視していただいて、ポイントとしては、この、ドットメソッドっていうのところ、まあ、メソッドって書いてあるので、わかりますけど、それから、メインという、私たちが作ったメソッドですね。こいつが、イント32の値を、返り値として戻す。そして引数として、ストリングの配列ですね。これはアグズで受けますと。まあ、この CIL マネージドもちょっと無視してください。で、本文、IL の本文としては、まあ、こんな感じに定義されていますよと。で、見方がですね、最初のこの MAX スタックっていうのは、このメソッドが、どれだけのスタック領域を使うのかっていうのを表しています。それから、このドットエントリーポイントっていうのは、このメソッドがエントリーポイントであるっていうのを表してるね。で、あと、ドットローカルズっていうのが、ローカル変数はこれだけ使いますよという定義がここにあります。これ見ると、全部で4つあり、0番がイント32の値で A という名前がついてます。これはバー A って書いたのに、該当してるんですね。ソースコードちょっと見せましょうか。こんな感じですよね。A、バー A っていうのが、このイント32A に対応している。で、バー B っていうのが、このイント 32B に対応している。C っていうのが、この2番のイント 32C に対応していると。これ3番目なんでしょうね。名前ついてないですね。まあ、ちょっと置いておきましょうか。まあ、とにかく、ソースコード上は3つ書いたけど、まあ、なんか4つローカル変数が定義されているという意味。そしてその後、ここからですね。ここからがその IL の、本文になっています。組み込みやってる方は、なんか、ちょっとそのアセンブラに近いよな、みたいな、なんかその感じ、この感じがですけども、近いなと思うかもしれないですけども、まあ実際結構プリミティブな命令で、細かい操作をする命令で、で、これ一番目に NOP ってありますね。これ NOP って言うんですけど、何もしない命令です。何もしない命令が何であるのみたいなのあるんですけど、まあ、ちょっと深い理由があったりするので、ここでは何もしないってことで、とりあえず無視してください。なので、何もしないので、すぐ次の命令を見ますね。
で、ldcion1 っていう命令があります。細かい、内容は、どういうものなのかは、おいおいわかるとして、こんな感じで、ldc っていう命令があり、stlock があり、ldc があり、stlock があり、ldlock、ldlock、at、stlock、ldlock、stlock、brs と。こんな感じで、最後に ldlock さん、最後、ret。これはリターンですね。これは自分で書いたコードの、この、リターンに代替相当しています。で、ここでブロックが、メソッドのブロックとしては終わりです。なので、IL のその本文ですね。自分たちが書いた C シャープのコードに対応する本文は、この部分に相当するってことがわかります。それから、この、先頭について、このコロンまで区切られた、これですね。IL000。これ、ラベルですね。ラベル多分今ほとんど使ってコード書いたことない人はほとんどだと思うんですけど、これは便宜上全部の命令に IL がつくという、これは IL スパイの慣例でそうなってます。実は別に書くときに必ずラベルを一行一行つけなきゃいけないというわけではありません。なのでこんな感じで、これはバイトコードのオフセットの番号をそのままなんかラベルにしたような、なんかそんなようなものがここについているという感じですね。で、このラベルがあると、ジャンプ命令という、ここに来たらあそこへ飛べみたいな命令があって、これがそうなんですけど、この BRS というのがそうなんですけど、これがこの IL アンダースコア 000D に飛べという意味ですね。これ 000D はどこにあるのかって言ったらここにあるんですけども、これなんかすぐ次の行に飛ぶんだったら実はこの BRS いらないんじゃないのみたいな話とかこれも実はなぜこれが挿入されているのかっていうのは深い理由があるので、意味のないコードが現れたらそこはちょっと無視して考えてもらえればいいと思います。ということで、我々がさっき書いた、この A と B を定義し、C に A たす B を代入して、C を返すっていうのは、実はこれだけの IL の命令に置き換わります。あと、そのここから読み取れる情報としては、各ローカル変数のなんか型ですね、と、名前。3番がちょっとまだわかんないですけど、あと、このメソッドの定義そのものですね。スタティックなメソッドであるってことと、戻り値はイント3に、つまりイントですけど、イントを返します。で、メインという名前です。それから引数として、ストリングの配列で、アーグズと名前のついた、引数を受け取りますと。いうようなことが、情報として読み取れます。もう一つ言うならば、このメソッド自体は、この外側の、このドットクラスと書かれている、このクラスの定義の中に書かれているので、これはクラスのメンバー関数だと、メンバーメソッドですね。メンバーメソッドだということがわかります。クラスの名前は IL2C テスト1のプログラム。これ IL2C テスト1っていうのは何かっていうと、名前空間のことですね。ネームスペース。で、その中にあるプログラムがそれに該当するってことですね。ちょっと聞いちゃいました。はい。というような感じで、あとシステムオブジェクトから継承してますよとか、そういうような情報があります。これ普段何も書かなくても、すべてのクラスはオブジェクトから継承されているという暗黙の前提があるので、それは IL 上では明示的に書くっていうことだけです。ということでですね、我々がなんか注目したいのはここの部分ですね。特に、このメソッドの、入り口と出口、つまり、引数と戻り値、それからなんかこの IL の本体のこの命令文ですね。で、なんかポイントはなんとなくあってですね、これですよね、この at。at って足し算という意味なんで、なんか計算してるというのはわかる。足し算をしてるというのはわかりますね。自分で書いたコードも A たす B をやっているので、なんか足し算をしてるのがわかり、この足し算に相当するのがここに来てるみたいなことがわかると思います。で、ですね、ちょっと待ってくださいね。あったかな。データトークン、これ残念ですね。バイトコード見えないんですね。
ちょっとここの部分のですね、該当するバイトコードを見せたかったんですけど、まあしょうがないので、ちょっとこれでおりますね。例えばこのアット、こうやってポイントすると、ツールチップでこんなのが出ます。で、アットはなんか 0x58 って書いてありますね。で、0x58 っていうのが、この IL の命令についてる番号です。で、すべての IL に異なる番号がついています。例えば stlock1 は 0x0b、ldlock0 は 0x06、stlock0 は 0x0a とか、まあこんな感じで全部違う番号がついています。brs もそうですね。brs も 0x2b みたいなのがついています。ちなみにこの IL スパイを使っていると、この青い部分っていうクリック可能になっていて、これをクリックするとですね、MSDN の、サイトに行きます。ですね。なんか、オプコーズアットフィールドって書いてありますけど、これアットを今クリックしたんですけど、ここへジャンプするようになってます。これ何かっていうと、ここ見てもらうと、ごめんなさい、これは。システムリフレクションエミットのオプコーズクラスのオプコーズフィールド。にこれが定義されているっていうのがわかりますね。はい。で、まあ、アットっていうのがあるんですよ。で、これ見るとですね、こうなっていて、ここです。ちょっとわかり。次の表に命令の16進数及び簡単なリファレンス概要とともに、マイクロソフト中間言語アセンブリの形式を示します。まあ、このオプコーズについてのヘルプは全部なんかこんな表がついてます。で、形式が58っていうのがその 0x58。で、アセンブリの形式って書いてあるのは、その at っていう IL の名前ですね。IL の、命令の名前があります。そして、説明として2つの数値があり、新しい数値を返すことを追加します。なんか意味わかんないですね。で、もうちょっと行くと、履歴の移行、動作を順番には、機械翻訳ですね、これバリバリの。ちょっと古いバージョン選べるかな。古い方がね、なんかちゃんと、日本語で、日本人かどうかわかんないですけど、ちゃんと、人間が翻訳したのがついてる場合があるので、こっちの方がまともそうですね。スタックの遷移動作を順番に示すと、次のようになります。バリュー1がスタックにプッシュされます。バリュー2がスタックにプッシュされます。バリュー2とバリュー1がスタックからポップされます。バリュー1はバリュー2に加算されます。結果がスタックにプッシュされます。オーバーフローは整数演算については検出されませんとか、まあなんかいろいろありますけど、意味わかりませんね。これは、CLR がどういうものなのかっていう、ちょっと前提知識がないとわからないですね。で、ちょっとその説明をします。これでいいか。ちょっと消しますね。面白いことを思いついた。ちょっとね、こういうことできるかな。これ、こいつを使えばできるかもしれないですね。おー、できますね。うまく書けるかな。これで、こっちの方へ、あ、しまった。あかんってば。よいしょ。どっか変なのが出ちゃいました。これだ。こうして、ああ、なんか見えますね。よし。で、この辺からだな。この辺から。この辺から、こっち側に字を書けば、重ねて見れると。そういう寸法だ。で、まず、前提として、スタックマシンというのがあるんですよ。スタックマシンっていうのは何かっていうと、その CPU の、こう、動作の、なんて言ったらいいのかな、基本的なアーキテクチャの一種なんですけど、スタックマシンと呼ばれている方式があって、それ何かっていうと、何らかの、こう、スタックと呼ばれている、その、
データというか情報というか、まあ、そういうものを、こう収められる何かが CPU の中にあるみたいな、そういうようなことをちょっと想像してみてください。この入れ物は、FIFO FIFO ファーストインファーストアウトという入れ物です。どういうことかというと、例えば123という見てるね、見てるね、123という数字を、こいつに入れるとどうなるかというと、一番スタックの底に123が入ります。これ1番2番、456というのをスタックに入れるとします。 この状態でですよ、この状態で入れる。そうするとここに456というふうに入りますと。というようにですね、まあ3番4番みたいな感じで続けていくと、こう下から順番にこう積み上がっていくわけですよね。1234みたいな感じで積み上がっていきます。で、取り出す場合ですね、取り出す場合下から抜けないんですよ。だるま落としみたいな感じに抜くことはできなくて、必ず上からしか取れない。ということは、まあ今これ2つだけ値を入れてるとするなら、こういう状態にあるとするならば、まずここで取り出すってやると、そうすると456が取れてきます。見てるね、456が取れてきて、ここの値はなくなります。次に取り出すとやると、123が取れてきます。こういう構造のことをスタックと言いますね。スタックを明示的に使ったことがない人も、スタックトレースとかスタックフレームとかいうのをデバッカーで見たことあるかもしれないですけど、あれはこの様を表していて、あれですね、その小入る方と出る方が必ずこう上から、これファーストって言ってるんで最初からという意味なんですけど、最初から順に入れる、最初からしか出せないみたいな、なんかそういうような意味があります。で、まず、スタックマシンというのは、これを必ず使う、この構造を必ず使うことが前提になります。じゃあ、もうちょっと。今、違う、こうじゃない、こう、こう。いや、まあいいや。この辺か。ここにスタックの遷移動作を順番に表すと次のようになりますというふうに書いてあります。バリュー1がスタックにプッシュされます。バリュー2がスタックにプッシュされます。これって、今言ってたのとほぼ同じですね。例えば、1。2番に2。1っていう値と2っていう値を順番にこのスタックに入れます。この入れることをプッシュというんですけど、1を入れます、ここに1が入りますね。そして2番目に2を入れると、こういう感じになります。これがここでいう、このリストでいうとこの1と2に相当します。バリュー1をスタックにプッシュされます、します、まあいいけど、スタックにプッシュされます。バリュー2がスタックにプッシュされます。仮にバリュー1が1、バリュー2が2とするならば、こういう状態になったってことですね。2番で、で3番、バリュー2とバリュー1が、スタックから、ポップされます。バリュー1はバリュー2に加算されます。ポップっていうのはプッシュの逆の操作、つまりプッシュって入れたんですけど、今度は出す方ですね。で、先ほど言ったように、出すときには、だるま落としみたいに途中を抜くことはできないので、必ず上から出すことになります。そうすると、バリュー2とバリュー1をスタックからポップすると言っているので、ここから値を2つ出しますよね。この2つの値が取り出されます。
まあこんな感じで、これを3番にしましょうか。あとちょっと分かりにくいですけど、ここのこの NSDN の説明を四角で書くならば、四角1と四角2、それから四角3が今取り出したところですね。これか、取り出しました、取り出しました。で取り出し、ここだ、バリュー1はバリュー2に加算されます。つまりこれを足し算して、3ですよね。1たす2は3ですよね、きっと。なので、3が計算されます。そして4、結果が、スタックにプッシュされますって書いてあるね。プッシュっていうのはスタックに入れるという、操作だという話をしました。ここ1と2をもうポップしているので、今現在はここに値は入ってないです。こういう感じですね。こういう感じになってます。なので4番というのは、ここにプッシュすると言っているのはこうなるってことですね。こうというのが、この at という命令の、動作です。なので、もう一度言うと、この値がどこから降ってくるかはまたちょっと後で話をするんですけど、とにかく一つ目の値と二つ目の値がスタックにプッシュされます。そしてそれが取り出され、足し算を行い、結果をもう一度スタックにプッシュすると。 at という命令を実行すると、そうすると、最終的に結果としてこの3というのがプッシュ、スタックにプッシュされた状態で、終了するということですね。これはまあポイントなわけです。なんかめんどくさいですね。まあプリミティブな命令はいろいろめんどくさいですね。しょうがないです。はい。これでいいかな。ということで、この MSDN のこの OpCause というクラスの説明はこんな感じで、いろんなその IL の命令がずーっと説明が書いてあるので、これを見ると、まあ、どんな命令なのかっていうのはわかると。いうことで、まず、at についてはわかりましたよね。どっから値が来るのか、つまりこの value1 と value2 は一体どっから来るのっていうのがいまいちよくわかんないかもしれないですけども、まあ、とにかくこういう計算をする、今みたいな細かい動作ですけど、こういうことをするということがわかると思います。はい。でですね、もう一回ここに戻ると、at ここですよね。で、2つの値がプッシュされているという前提でこの at が動くんですよ。ヘルプを見てるとそう読めないんで、それが非常に辛いんですけど、本当に良くないヘルプだなと思うんですけど、この1番と2番、バリュー1がスタックにプッシュされます、バリュー2がスタックにプッシュされます、これ日本語訳が悪いっていうのもあるのかもしれないんですけど、誰がっていうのが抜けてるんですよ。誰がこれやるのみたいな。私たちがやるんですよ、実は。これは、IL が、IL というランタイムというかですね、まあ、ジットコンパイルされた何かがこれをやるんじゃなくて、これをやるのは私たちです。そして、3と4が IL、IL で CLR がやります。これね、本当わかりにくいんですけど、ここは、要するに事前準備なんですよね。スタックにプッシュするっていうのは我々がやる。バリュー1とバリュー2を今から足し算したいので、それをあらかじめスタックにプッシュするっていうのは我々の役割です。もうね、最初ね、これが分かった時にはね、なんて、まあ、いいや、もう次行きましょう。でですね、じゃあ改めてそういうことでこれを見直してみるとですね、まあ、あとはここですよね。スタックに値が2つプッシュされていなければいけない。それをやってるのはね、実はこれなんですよ。この直前にある2つの命令、ldlock0 と ldlock1 ですね。で、これ見ると、ローカルバリアブル、あとインデックス0 onto the evaluation stack。これ、エバリエーションスタックっていう名前が、最後に書いてありますけど、これですね。これ、評価スタックって日本語で言うんですけど、それがまさしくさっき、ホワイトボードで話してた、このスタックのことですね。これを評価スタックと言います。
で、これちょっとジャンプしてみますね。こう、何も見えず、ここが来たと。で、例によってカレントバージョンだと、役がクソなので、ちょっと古い VS、2008あたりはね、割とまともです。2008あたりに来ますね。で、インデックス0のローカル変数を評価スタックに読み込みます。うん、分かったような分かんないな。後半はなんかもう分かるかもしれないですけども。ここの説明を見るとですね、インデックス0のローカル変数値がスタックにプッシュされます。うん、なんかタイトルと一緒ですね。インデックス0のローカル変数値って何のことですかっていう話なんですが、それがですね、これですよ。これですね。これローカルズ、ドットローカルズっていうところでローカル変数が定義されているって話しましたけど、これのインデックス0ってこれのことです。つまり、これはA ってラベルのついたローカル変数の値を、評価スタックにプッシュしてるんですよ。そうですね。こういうことですね。もう一度書き直しましょうか。我々は C シャープのコードで、バー A イコール1みたいなコードを書きましたよね、最初にね。で、これのこいつがドットローカルズのインデックスX0 にイント32で A っていう名前で定義されてました。これですね。ということは、インデックス番号0のローカル変数ってことは A のことを言っていて、 A ってどういうのことってこのバーで宣言したこの A っていう変数ですね。これのことを言っています。で、評価スタックがあります。今からです。で、これを LD6、どういうことだっけ ?LD6 見えないですね。どこら辺？ここ、これ。ここら辺だろう。今書きましたけど LD6 01@LD6 0は何をするかというと、このローカル変数インデックス0の値をスタックにプッシュします。つまり A に入っている何らかの値がここに入るんですよね。何らかの値って僕ら1って書いたから、まあ1って分かってるんですけど、ここにはまあ1が入ります。そして次の値 LD6 1は今度はインデックス番号1番、これもint32で B って名前がついてるってなったんですけど、このインデックス番号1の値を取り出してきてスタックにプッシュします。これは値は本当は何か分かんないけど、でも僕らは直前にここに2を代入しているコードを入れているので、なのでここには2が入るって分かりますね。さあ、そしてここの最後でアットしてます。ここですね。ここでアットしているので、あとはさっき話した通りです。この2つの値を取り出し、2と1が取り出され、こいつから3が導き出され、そして評価スタックのここに3が入ると。おお、計算できたじゃんみたいな話なわけですよ。でもこれまだ今評価スタックの中に入っているので、この後どうしようみたいな話になるわけですけど、それがこのすぐ直後のここですね。これ ST62 って書いてあるんですけど、この ST6 は
これ。はい、変えます。なんて書いてあるかというと、値がスタックからポップされ、インデックスが2であるローカル変数内に配置されます。インデックスが2であるローカル変数。ここに2ってありましたよね。イント3に、これ C ですね。見てみましょうか。違いました。これですね、stlock2 で、2って何かっていうとこれですね、int32 の C。 つまり我々が書いたソースコード上のこれですよ。C っていう名前の変数ですね。これソースコード上で見てもらうとまさにその通りで、A たす B を計算した結果、今、スタックには、3が積まれています。こうすればいいか。3が積まれています。この3を、評価スタック、インデックス2に入れるっていう話なので、こうなるわけですよね。この値を、ローカル変数、C 入れると。まさに僕らが書いた、この行ですね。この行に相当するコードが実行されたっていうことになりますね。やっと繋がってきましたね。なんか足し算について。足し算だけですけど。はい。ということでですね。今、IL を、ちょっと眺めているわけなんですけど、あと、なんかこの辺でなんかよくわかんない操作してますけど、まあ大体今みたいな流れで追っていけば、慣れないうちは、stlock とか ldlock とかなんだっけみたいなのがわからないうちは、いちいちリファレンスを引かないとわかんないので辛いかもしれないですけど、これも結構法則があってですね、例えばこの ldlock0 とか ldlock1 っていうのは、これ、インデックス番号が後ろにくっついてるんですよね。ldlock.0 とか1とか。なので、ldlock だけ覚えてればいいっていうのがまずわかる。で、それから stlock っていうのが ldlock と対になってるっていうのも今のでわかったと思います。これは、要するにローカル変数に対して操作をしているっていうのがわかると。で、覚え方としては、ld がロード、つまり、ローカル変数から値を取ってくる方。これですね。この辺から、取ってきてスタックにプッシュする。st が、多分ですけど、ストアの略で、ローカル変数に値を入れる。っていうことで、なんとなく、こう、ロードとストアの、ローカルみたいな感じで、こう、言葉が、単語が作られていると分かれば、そうすれば、実はなんか似たような命令っていっぱいあってですね、バリエーションなんですよ、組み合わせの。なので、その法則分かってると、割と、覚えることは、思ったほど多くはないです。MSDL の、さっきの、これを見ると、ここに、オプコーズのフィールドっていうのがあるので、これをちょっと見てみますかね。フィールドの一覧とか出るかな？出ますね。で、ここ見ると非常にたくさんな、命令が、あるように見えるんですけど、今説明した感じで見てもらうと、割と法則があってですね、全く法則に合致しないものも若干あるんですけど、法則があるので、そういう感じで覚えてもらうと、初めて見るやつでも、ST なんとかってついてるから、どっかへストアするんだろうって、その評価スタックの値をどっかへストアするんだろうっていうのがわかるというような感じで見てもらうといいかなというふうに思います。で、というわけでですね、あと、ここで見るべきものというと、
3のこの名前のついていないローカル変数インデックス3が何だったのかなんですけど、 3を指定しているところってここですね。 STLOCK3、 そしてここに LDLOCK3 ってありますよね。でこれ3名前ついてないけど int3 に値を格納するってことにはなってます。でこれですね、ここでアットして STLOCK2 でここの C のところに足し算した結果入れます。でその後ロードロックでまたここの値を取り出し、今度 STLOCK すぐ STLOCK しているので評価スタックの値をそのまま3に入れる。つまりこれ2から値を出して3に入れてるんですよね。でその後この BRS っていうのですぐ次に飛び、これはさっき無意味っぽいねって話をしたんですけど、その後またこの LDLOCK3 でこのローカルの3の値を取り出して、そしてリターンしていると。なんかこの辺いらないよねみたいな話なんですけど、まあまあというような感じでなんとなく読めますよね。少なくとも LDLOCK と STLOCK と ADD、 それから BRS でどっかで飛ぶってことが分かれば、ここで残ってるのはこの LDC っていう命令だけで、もうあれじゃないですか、今説明してきた中でこのソースコード上で何を説明していないかといったら、この A って変数に1を入れる、 B って変数に2を入れるってことの説明だけしてないので、それがこれに該当するわけですよ。 LDCION1 ですね、とか LDCION2 もうなんとなく見えますよね。まあ一応ちょっとヘルプに1個だけ飛んで確認してみますか。はい、あなたはホナムで1008と、はい、これ説明見ると値1がプッシュ、スタックにプッシュされます。まあそのままですね、1という値をダイレクトにスタックに入れてますっていう意味ですね。なんかこうアセンブラでなんかコードをひょっとして書いたことがある人なら、なんかパパッと思いつきますよね。別にこれ A とか B とか変数なくったって、評価スタックに、つまり評価スタックに直接1と2をプッシュして、でアットして、でそれを取り出、もうそれ評価スタックに積まれているので、もうそのまま取り出して終わりでいいんじゃないのみたいな、それでも全然構わないですし、別にエラーにもならないし、それイリガルなプログラムというわけでもないです。全く問題ないです。でじゃあ効率がいいから、まあそういうコードを書いた方がいいかと言われると、まあちょっとそこは分からなくてですね。なぜかというと、こうやって中間言語なんですよ。なのでこれが実際ネイティブコードに落ちたりとか、あるいはまあ仮にですけどインタープリタによって実行されるときにどう解釈されるのかというのはまた別の話なんですよね。なのでいくらそういうふうに手で最適化したコードを書いた、ものすごい最適なコードを書いたり、あるいはこの、C シャープの現状の、コンパイラが、こういうふうにいちいち値を、ローカル変数と、それからスタックの間で出し入れしまくってですね、で、アットって書いたりしたとしてもですね、実行時にジットコンパイラがそれらすべて最適化してですね、最適なコードを生むかもしれないんですよ。なので、そう書くことが本当にいいかどうかわからないです。メリットがあるとすると、最初のそのエグゼとか DLL ですね。このサイズが多少縮まる可能性はありますよね。こんな小さいプログラムなんで縮んだって全然大したことないんですけど、すごい莫大な規模のプログラムでそういう最適化が行われれば、エグゼとか DLL が小さくなるという可能性はあります。ただ最初にちらっと言いましたけど、ちょっとこのノップはわかんないんですけど、ここら辺のなんでこれジャンプ、意味のないジャンプが含まれているのかとか、なんかそういうのには実は意味なさそうに見えて、事情があったりします。これあくまでもプログラム上は何の効果もないです。この BR、このジャンプ BR ですけど、 BRS がなくても全然問題なく動くんですけど、実はこれが意味があったりするので、で、まあ、C シャープのコンパイラーがこう出している、あるいはですね、別の観点があって、その C シャープのコンパイラーがそのなんというか今口で言ったような最適化、人間が考えればこんなに短縮できるのにみたいなことを
そこまで掘り下げてコンパイラーが検査してでコードを出力するコストっていうのがあってですね、そうやればやるほど時間かかるんですよ。要するにどれだけそのコンパイラーが速くても、でそういうのが塵が積もってそのコンパイルが遅いだとかビルドにすごい時間がかかるっていう別の側面があるので、なので多分今そういうののバランスをとって別にここをそこまでやってもあまり意味がないと多分そのコアチームが判断してこういうコードを出力するようになってるんじゃないかなと個人的に予想しています。なので、まあ、あんまりそういうことは、は今回は踏み込まないです。この IL2C の、連載では、踏み込まないつもりです。まあ、興味があったら、ぜひ、バンバンやってってみてください。それはそれで、なんか面白い話が、出てくるかもしれないですよね。はい。ということで、そういうところは、まあ、この視聴者の、への宿題って感じにしておきます。なんか面白いことが分かったら、こっそり教えてもらえると嬉しいかなと思います。はい。ということで、なんとなく僕らが書いたハローワールドもどきのソースコードがどんな風に IL に落ちているのかっていうのは、これで見えたかなというふうに思います。まあ結構な長さになったと思うんで、ここで今日は切って、次回ですね、次回は、今見た、バイトコードを実際に、プログラムで読み取ってみるみたいなことをやってみようかなと。で、まぁ、ちょっとどこまでできるかわからないですけど、読み取るだけならすぐできるんですけど、今でもできるんですけど、ちょっとですね、その先進もうとするといろいろあるので、なので、次回はそのあたりを含めて、まぁ、今日はここで終わりにして、次回に回そうかなと思う。もう、喋り疲れてきたって思います。ということで、第1回 IL2C、全然 IL2C のこと書けてない、第1話みたいな感じになりましたけど、また次回よろしくお願いします。それでは。